行くかじゃあ。ガチホコね。ガチホコはオーバーフロッシャーでやるわけだから。まあオーバーフローで文句なかろう。よし、やってやる。ああ、俺このステージ苦手。ってか、相手寿司2枚かーい。ちょっとごめん。忘れてた、このステージ。こういうステージだったってことを今忘れてました。すいませんでした。わざとじゃないんです。危ない。このステージめっちゃ苦手なんだよな。このステージのオーバーフロー絶対弱いマン。絶対弱いもん、このステージのオーバーフロー。いやでもこの坂道の方がちょっと強いかも。まあ、オーバーフローである意味があるかと言われてまあ微妙だけど、ちょっと高台に登って、ちゃんと敵のこと確認しながら見ると。ナイス。ここを割るときはスプリンクラーを置きながら割った方が早いですよと。いけるかこれ。来たね。うまい味方。天才かお前ら。天才だあんたら。さあこれ普通に幸先いいから勝っちゃいそうな感じするよ俺。雨降らし投げてからの。21は結構でかいんじゃない？ここまで行くのって結構勝ち確なとこあるけどな。試合30秒ぐらいで決まっちゃったか、これ。30秒ってか、1分ちょっとで決まった感じある。ただね、ここ意外に逆転されるんだよね。怖い。あと、俺のこのガチホコの時のオーバーフロー、メインインク積んでないからな。インク切りやすいんだよね。あべ。塗ってる？これ全部。このオーバーフロー弾当てにくいんだよね。なんかウルショで全滅させられるのが一番怖いから、敵の寿司のウルショゲージが溜まったかどうかを本当にこうチェックしとかないと、マジで一発逆転が普通にある。いきなり撃たれる可能性あるからな。計6発撃たれたら終わりやん。危ない、怖っ。雨降らし効いてないのかな。こいつうまこの X。 あ、ピンポイントで弾当てられたな今。オバフロなー。オバフロの改善案としてはなんかもうちょっと弾打つ速度をなんか上げてほしい感ある。とりあえず落としといて、いないよね。いるか。おすすめそう。あーごめんね。もうやっぱイカロールさ、出すタイミングっていうかさ、それを理解してないよな。これ、正直さ、俺最初イカロールバカにしてたっていうかさ、まあ一回イカロールとか思ったりしたんだけどさ、ガチホコ潜ってて本当に思うのは、やっぱイカロールあるかないかでもう、ホコ持ちのさ、進む速度変わるやん。これ始まった。6発撃ったよね相手。これが怖いんだよな。ナイス。これオバフロってさ、キル取れなくていいわけじゃなくてさ、取るときちゃんと取んないとさ、マジ終わりなんだよね。まあ俺ちょっとイカロール使ってみる。急に
前ロール覚えました、私。ちなみに。ちょっとひねってから。かわいそう的、今の。めっちゃイラついてそう。いやー、ワイパーおるなー、相手。こっちマニューか。マニューどうやったってやっぱりワイパーには勝てないよなー。ごめん、ありがとう。一気に突っ込んでくるか、今の若葉。若葉あんな突っ込んでくるのすごいな。いや、味方めっちゃうまいでも。いや、ごめんごめん、俺が死んじゃったせいで戻しちゃって。ごめんな。ありがとう。俺がこの後持つよ。ちょっと、あ、そう。味方死んじゃったから無理だな。あぶねめっちゃあの若葉挑戦的じゃん。え、マジで言ってんのこの人、怖い。毎回一人殺したし。まあ、あえてなんかフォローキル取れた時嬉しいよね、ガチョコで。なんかさ、まあ、これ以上ちょっと進まないな、この瞬間は、みたいなのあるじゃん、ガチョコ。そんな時にさ、味方のことフォローしてさ、キル取ってあげるの嬉しいよね。嬉しいっていうか、そうじゃないと役割果たしてこれなんだよ。この人こんなに近寄ってくるんだろう。この人攻め方すごいな。まあちょっとこれしょうがない。ナイス、味方、まあ、これいけそう。いやー雨降らし溜めてーけど、これナイス味方。いやー今の味方とのコンビネーション嬉しいっすねー。いや、あそこまで3時まで進むので出会い。いや、オバクロの射程でも届かんか、あいつ。これさ、意外にイカロール後のさ、イカロールでさ、マイカロールしちゃってさ、感性作ってさ、弾投げるの強いと思うんだけど、どうなんだろう。これなんかマイカロールキャンセル弾打ちみたいなのあるのかな。あると思ってんだけど、勝手に。でも完成つくから、はい、投げてきそうだな、あいつ。これにあー無理か。あ、もう惜しいな。いやー、いかれちゃったね。あー、ちょっと焦ってるか、メラが。あー、ちょっとこれ焦ってるね。俺は焦ってないけど、別に。おっしゃ、うまい。今天才だろ俺。誰も褒めてくんねえけど、なんで今のめっちゃいいタイミングでガチョコ進めたのに誰も反応してくんのかよ。ナイス押せよ。
寂しいよ俺。今のめっちゃ良かったのにな。今のダメですか味方さん。ダメ今の物足りなかった。なんか悪くないと思ったけどね今ね俺。ガチホコの持ち方うんま俺って思ったけどな。さっきだってさワイパーをやっぱり冷静に処理したのがでかかった。ここのメンツだから誰もいいね押してくんないんだけど。